イクシスネーションライブへようこそ。私の名前はジェニファー。私はあなたのホストです。イクサスネーションライブは、イクサスネーションとイクサスコインの最新情報を毎日お届けする全国放送です。イクサスネーションは女性が率いる最大のデジタル仮想国家です。そして、イクシスコインは、イクシス国のために鋳造されたデジタル通貨です。イクシスネーションの大統領を代表して、閣下、本日は、イクサスネーションの生放送にご参加いただき、ありがとうございました。イクサスネーションで起こっているエキサイティングなニュースを毎日お届けします。それでは早速、本日のデイリーニュースをお届けします。今日、私たちは、当社の社長が、閣下、が、新たに、イクシス NFT マーケットプレイスを開設したことを発表しました。今日、社長、閣下、イクサスネーションの国民の皆様に、新しい NFT マーケットプレイスにお越しいただき、限定デジタルアバターの NFT グッズを手に入れていただきます。NFT は、デジタルアイテムの所有権を証明する非破壊型トークンです。NFT には真の価値がある。限定アバター NFT を保有、販売することができます。NFT では、JPEG、出生証明書、そして、物理的なマグカップ。マグカップは世界中に発送されます。イクサス NFT マーケットプレイスに新しい限定アバターが追加されます。まだ市民権を得ていない場合、今日、あなたがしなければならないことは、イクサスアップで無料アプリをダウンロードしてください、.com にアクセスして、アバターの指示に従ってください。アプリ内でもお会いしましょう。と聞かれることがあります。なぜ、女性が率いる世界最大のデジタル仮想国家の国民になりたいのか。理由はいろいろありますが、今日はトップさんの理由をご紹介しましょう。ファースト、最大かつ成長しているミレニアム世代のコミュニティに参加しています。ジェネレーション Z、お互いを思いやる世界のジェネレーション X とベビーブーマーたち。これからの時代、あなたは一人ではない、イクシスネーションの市民として。セカンド、イクシス国の国民として、私たちのデジタル通貨にアクセスできるようになります。イクサスコイン。実物資産に裏打ちされたデジタル通貨。米ドルなどの不換通貨が登場するこれからの時代に備えて、デジタルウォレットを大きくすることができる、世界の予約通貨は、世界的なインフレの進行の中で、その価値と購買力を失っています。世界の借金は、この2年間で220兆円以上に膨らんだ。はい、ちゃんと聞いてくれた。世界の国々の負債は220兆ドルを超えている。これは持続可能ではありません。この持続不可能な経済の未来に対して、私たちは、市民のために、イクサスコインによるデジタルヘッジの保護を目指しています。しかし、これは財務上のアドバイスではありませんのでご了承ください。お客様は、イクシスネーションの市民として、すべてのリスクを負います。さて、今日、市民になる3つ目の理由は、市民証明書プログラムです。市民として、イクサスネーションアカデミーの市民認定プログラムへの名誉ある招待を受けることができます。インストラクターアバターに教えられて、イクサスネーション憲法を学ぶ、3以上の、〇〇〇年前の道徳的な規範。このモラルコードは、あなたの人生を変え、来るべき日に備えます。今は放送のギブアップタイム。そして、毎日のプレゼントの一環として、最初の10、本日、新規にお申し込みいただき、100枚以上のイクサコインをご購入いただいた方には、デジタルウォレットに追加で100枚のイクサコインをプレゼントいたします。本日はありがとうございました。次のイクサスネーションライブでお会いしましょう。こちらはジェニファー、イクシスネーションライブの主催者である、毎日の全国放送。本放送を SNS でご覧の方へ、いいねを押してください。いかに、サブスクライブ、そして、この放送をお友達にも紹介してください。本日は、イクサスネーションの生放送をご覧いただき、ありがとうございました。イクシスネーション、一日にしてならず、永遠に生き続ける。